皆さん、こんにちは。今回は山瀬まみさんについてお話ししたいと思います。1986年にアイドルとしてデビューした山瀬まみさんは、若い頃は数々のバラエティ番組に出演し、バラドルの一人として人気を集めていました。辛口トークの中にも親しみがあり、幅広い年代から支持されていた山瀬まみさんですが、現在はテレビへの露出がほとんどなくなっている状態です。山瀬まみさんは現在どのような暮らしをしているのでしょうか。山瀬まみさんの現在の仕事や激減したとされる年収、自宅について詳しく見ていきましょう。山瀬まみさんは日本テレビ系天才、志村動物園やテレビ朝日系新婚さんいらっしゃいなど、数々の番組で長年レギュラー出演をしてきました。しかし近年はレギュラー番組の終了や出演者の交代などで彼女の仕事は激減しています。視聴者からの高い支持を得ていたのに、なぜ山瀬まみさんは現在レギュラー番組出演が消えてしまったのでしょう。仕事が激減した理由としては、長寿番組と言われたものが軒並みリニューアルをしていることが挙げられます。リニューアルに伴い出演者も大きく変更されているのです。そしてもう一つの理由はギャラの高さがあるのではないでしょうか。山瀬まみさんのギャラは高く、一度上げてしまったギャラを再び下げることはないと言われています。10代から30代のテレビ離れが話題になっている今、各テレビ局は制作費を見直しており、あまりにも高いギャラはニーズに合っていないのかもしれません。ネットでもテレビ局の経費を削減する目的で芸能人ではなく局アナを出演させているケースが増えていると話題になっていました。山瀬まみさんの相次ぐレギュラー番組降板に、所属事務所ホリプロの担当役員が日本テレビに抗議したという噂もあります。事務所的にも彼女の降板が痛手だったようです。山瀬まみさんが現在メディアで見かけなくなった大きな理由は、彼女がレギュラー出演をしてた番組が次々に終了していたからです。山瀬まみさんは芸能界の大御所と呼ばれる人たちとの共演が多く、大御所たちが番組を降りるとその番組自体が終了してしまうケースが目立ちました。レギュラー出演は堅実な性格と言われている山瀬まみさんにとって芸能界生活を保障するものだったはず。数々のレギュラー番組が消えたことは大きな痛手だったようです。 NHK 系の試してガッテンは1995年3月から続く生活の情報番組です。山瀬まみさんは2016年のガッテン番組リニューアルに伴い降板となっています。この降板は彼女の知識が豊富になりすぎたためと言われており、番組内で伝えることがなくなってしまったと関係者はコメントしました。この降板に対して山瀬まみさんは悲しかったとコメントしています。山瀬まみさんが秘書として活躍していた天才志村動物園は2020年3月29日の志村けんさん死去によって一旦幕を下ろしました。実は動物が苦手だという山瀬まみさん、そんな彼女が動物番組に出演できていたのは志村けんさんと当時のスタッフの力が大きかったのかもしれません。その後も同メンバーで継続を試みましたが、志村けんさん抜きで継続するのは困難と判断され終了となりました。番組はアイラブみんなの動物園、2022年にはああみんなの動物園と改名し復活しています。しかし飼育係だった相葉雅紀さん以外の元レギュラー陣は出演しておらず、復活後の番組に山瀬まみさんの出演もありませんでした。日本テレビ系火曜サプライズは2009年から続いてきたバラエティ番組ですが、2021年3月に終了しています。サブ MC としてレギュラーで出演していたのが山瀬まみさんです。火曜サプライズはアポなしグルメ旅といったコーナーをメインで放送していましたが、コロナの影響でこの企画が挫折してしまいました。このため番組の継続が難しくなったようです。番組終了とともに山瀬まみさんのレギュラー番組がまた一つ消えてしまったことになります。テレビ朝日系新婚さんいらっしゃいは
1971年から続くロングラン番組ですが、山瀬まみさんは1997年から女性司会者として出演していました。しかし同司会者の桂文枝さんが2022年4月に後進に道を譲るとして番組を降り、それに伴い山瀬まみさんも降板。新レギュラーは藤井隆さんと井上咲楽さんに変わっています。この降板の理由は山瀬まみさんの高額な出演費にあったと言われています。山瀬まみさんは1999年に俳優中山雅美さんと結婚しており、当時レギュラーを務めていたブロードキャスターで結婚を発表しています。結婚当初から山瀬まみさんの旦那はひも状態であると噂されてきました。言うまでもなく山瀬まみさんの方が年収が多く、旦那である中山雅美さんはメディアへの出演が少なかったことが原因です。山瀬まみさんは現在旦那と不仲であると噂されているようですが、実際は不仲というわけではなく、球場で二人の仲睦まじい姿が目撃されているなど夫婦円満に過ごしているようです。山瀬まみさんは小さい時からアイドルになりたかったと語っていました。中学時代には原宿でスカウトを受けていたようですが、大手事務所に入りたいという理由からことごとく断っていたのは有名な話です。ホリプロのオーディションには一度落ちていますが、1985年の2度目の挑戦で第10回ホリプロタレントスカウトキャラバン出場し優勝しています。若い頃の山瀬まみさんは国民のおもちゃ新発売という斬新なキャッチコピーでデビューしていました。アイドルとして活躍後はバラエティに進出、物おじしない態度や知的な気遣いが人気となり、多くのレギュラー番組を務めてきたのです。1999年には自ら結婚を発表、結婚後も順調に仕事を続けていたのですが、ここ最近はレギュラー番組からの離脱が相次ぎ、ファンからは心配の声が上がっていました。1985年にホリプロに入った翌年にはメロンのため息という歌でアイドルデビューを果たしました。可愛らしい顔は多くのファンを引きつけ、国民的な美少女と言われています。山瀬まみさんの現在を見ていると意外に感じる人も多いようですが、山瀬まみさんは若い頃歌唱力も高いアイドルとして有名だったのです。現在でもネット上では若い頃の山瀬まみさんの写真が多く見られ、30年前とは思えない可愛いアイドル、ツインテールが似合いすぎるなど彼女の人気は健在です。しかしアイドル時代の山瀬まみさんを知らない人が多いのも事実。彼女はアイドルとしては身長が高めだったと過去を振り返っているように、若い頃目指したアイドル業が大成したとは言えなかったようです。山瀬まみさんは現在子供がいませんが、過去に不妊治療をしていたという噂もあります。また子供は諦めたと公言していることからも、子供は欲しかったけれどできなかったということのようです。噂では山瀬まみさんは子供が嫌いなのではないかと言われていましたが、彼女が子供嫌いという噂はデマだったようです。多くのレギュラー番組を持っていた山瀬まみさん、自宅は都内で豪邸だと噂されていますが、公表はされていません。出身地は神奈川県平塚市となっており、以前山瀬まみさんの両親が平塚にフィフティーズというロカビリーバーを開いていたようです。山瀬まみさんは外食が苦手で、ほとんど料理は自宅で作っているといいます。また結婚前に3年間も同棲していたにもかかわらず、スクープされなかった過去もあり、自宅など隠したいプライベートはしっかりと隠すタイプなのかもしれません。多くのレギュラー番組を持っていた山瀬まみさん、旦那がひもだと言われたほど年収が多かったと言われています。自分の年収についても明かしたことはありません。しかしギャラが高いことで番組を降板させられたと言われているほど彼女の年収は高かったようです。関係者の話だと山瀬まみさんのギャラは一本出演で100万円になるのだとか。次々レギュラー番組を降り、最後に残った新婚さんいらっしゃいのレギュラーだけでも年収1500万は言っていたとされています。その他ラジオ出演など細かな仕事を合わせると年収は2000万円を超えているのかもしれません。
多くのレギュラー番組を持っていた頃はさらに年収は多かったのではないでしょうか。山瀬馬さんの高額なギャラを考えるとレギュラー番組がなくなることはかなりの痛手と言えるようです。山瀬まみさんは現在レギュラー番組を持っておらず、ラジオ番組ベイ FM イットの火曜日パートナーとして出演しています。またバラエティ番組などにはゲストとして呼ばれることもあるようです。ネットでは世代交代を感じるという声も上がっており、芸能界を引退するのではないかと心配されていました。テレビ業界が制作費を見直している今、ギャラの高い芸能人は生き残りがなかなか難しいのかもしれません。山瀬まみさんは現在レギュラー番組が減り、収入も激減したと言われています。これまで彼女はご長寿番組と言われる番組に多く出演しており、時代とともに世代交代に差し掛かったとも言えるのではないでしょうか。彼女はメイン司会という立場ではなく、アシスタント的な出演が多いため、今後山瀬まみさんをアシスタントに据えるのは難しいのではないかと言われています。しかし機転が利く彼女は新たな道を見出すかもしれません。これまでとは違った形でレギュラー出演を勝ち取るのではないでしょうか。元スマップの森克行さんはオートレーサーになるためジャニーズ事務所を退所された森克行さん。森克行さんはジャニーズ時代は山瀬まみさんと交際しており、写真週刊誌に撮られたこともあったといいます。1995年に発売された写真週刊誌フォーカスにおいて森克行さんと山瀬まみさんの交際が報道されました。この時同棲報道だったのです。このフォーカスの内容では2人はもんじゃ焼きデートに行ったり同じアパートに帰って行ったりしている様子が報じられていたといいます。ジャニーズとバラドルの交際にジャニーズ事務所の当時の副社長メリーさんは相当怒っていたとの報道がありますので、お二人の交際は本当だったのではないでしょうか。元スマップの森克行さんと山瀬まみさんは8年もの間交際をしていたと言われています。それは破局を報じた週刊誌に8年愛破局と掲載されていたからです。お二人の破局理由はフォーカスにより交際が発覚した際、ジャニーズ事務所の副社長であるメリーさんが相当お怒りだったということですので、別れざるを得なかったのかもしれません。さらに森克行さんはオートレーサーへの道へ進みたいと思っていたこともあり、交際発覚から翌年の1996年5月をもってスマップを脱退と同時にジャニーズ事務所も退所、芸能界を引退されました。こうして芸能界を引退したことで山瀬まみさんとの交際も破局になってしまったのでしょう。その後山瀬まみさんは1999年に中上雅美さんとご結婚されています。森克行さんは交際報道のあった翌年に芸能界を引退しています。ジャニーズ事務所から厳重注意を受けたところに、もともとオートレースの世界に行きたいという思いがあり、最終的に芸能界引退につながったのではないでしょうか。山瀬まみさんとも引退がきかっけで破局を迎えていたようです。2017年9月に天才志村動物園の収録が行われた際に、収録前にスタジオ内で転倒してしまい両足を骨折するという事故に遭われました。スタジオ内に所狭しと張り巡らされたコードの束の中にハイヒールのピンが絡まってしまい飛んで転倒したことから両足ともを骨折する重傷を負ってしまったのです。相当な痛みだったことは言うまでもありませんが、山瀬まみさんは激痛に耐えて1本目の収録を乗り切りました。共演者やスタッフに迷惑をかけたくないという気持ちとプロ意識の高さがなせる棒だったのですが、さすがに激痛に耐えることができず2本目の収録前に病院へ行き医師の診察を受けたところ全治3ヶ月の診断が下されました。その後入院生活は1ヶ月にも及んだため、退院後にテレビの前に姿を現した山瀬まみさんは骨折前と比べると体型が変化してしまっていたため、山瀬まみさんが妊娠したのではないかという噂が出回りました。しかし実際は骨折のため体重が増えただけであり妊娠ではありませんでした。過去に山瀬まみさんは死亡説が出たことがあります。2019年の3月に新婚さんいらっしゃい
の芸能人が亡くなったというニュースが流れたのです。このニュースを聞いた視聴者からは山瀬まみさんが亡くなったのではないかと勘違いする人が多かったといいます。現在の山瀬まみさんはレギュラー番組がなくなったことでテレビ露出が激減してしまいましたが、持ち前の明るさと頑張り屋な性格でまた新たな活躍の場を見出してくれるのではないでしょうか。今後の山瀬まみさんの活動に注目していきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。